トマス・デ・トルケマダは15世紀スペインのドミニコ会の修道士初代異端審問書長官。15世紀後半のスペイン異端審問記に初代長官に就任、在職18年間に約8000人を奮闘に処したと伝えられる。モリスコとマラーノの間に多くの表面的な回収者が存在し、より社会的、政治的、経済的にカトリック教徒の中に広がっていた。 フェルナンド2世は、それが、スペインの宗教的、社会的な脅威として、異端新聞書の設置を決めた。これによって、自身がコンベルソの祖先を持つトルケマダは1492年のアルハンブラ例の主な支援者として、ユダヤ人をスペインから追放するのに尽力した。トマスでトルケマダは、カスティーリャ地方のバリアドリッドで生まれる。 トルケマダに対する広範囲の苦情が広まり、また彼が健康を損なっていたことも相まって、教皇アレクサンデル6世は1494年6月に4名の異端新ン書副長官を任命、異端新ンを抑制しようとした。トルケマダは異端新ン書長官を15年にわたって務めたが、1498年にアビラの聖トマスアクイナス修道院で死去。 同所に埋葬された。彼の墓は1832年に荒らされた。伝えられるところによると、彼の遺骨は盗まれ、アウトで、フェの儀式のように焼却されたという。ありがとうございます。